ットもハピネスダークのハピネスです。今回はですね、モッド構成のやり方について一つ、話題をねちょっと触れていこうと思います。具体的に何をするかっていうところなんですけど、今ここに武器に腐食属性っていう、属性が発生してますよね。でこれと例えばプラスアルファ炎とか、まあ、他の属性を付属させたいって思った時、自分の思い通りにねこのモッド構成をこう組んでいきますよね。カードとかはめて、でこれをね思い通りに、じゃあ腐食と炎を発生させるには、どういう配置でやればいいのかなっていう話題をやっていきます。そういうのってたまたま発生するんじゃないんですかとか、そういうのって決まりあるんですかとかっていうね、風に思う方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないです。っていうのも、これ昨日生配信やった時に、モッド構成ってそういう法則があったんだとか、そういう仕組みで属性って発生してたんだっていう話題がね、リアルタイムのコメントで結構あったんですよ。まあなのでこれ知っておくと、結構モッド構成がまた楽しくなったりだとか、自分の思い通りにね、モッドを構築できるようになるっていうことで、あ、これはぜひ動画化して皆さんに情報としてちょっと提供してもいいかなって思ったんで、今回こういった動画をね作るという形になってます。でまあ結論から言うんですけれども、例えばね今言ったように、炎と腐食を発生させたいって思った時に、まあ今腐食発生してるってなりますよね。毒と電気プラスでまあ腐食なんですけれども、まあ腐食ね、これにじゃあ腐食炎強いから、これに炎属性言い入れちゃおうって思うと、これ実はここにね炎属性入れても実は腐食にならないんですよ。本当にって思うでしょ。ガスダメージになります。ガス電気という構成になってしまいます。こんな感じで、えってなるよね。で中にはね、まあ俺もね、オーフレームのその右左分かんなかった時とかって、なんでだよっつって、どこに配置すりゃいいの、わけわかんないんだけどとかっつって、いろいろやってた時期あったんですよ。これね、モッド構成この左から優先度があるんですよ。枠には優先度があります。このモッド構成の枠、コンパニオンとかも発動する効果の優先度みたいなのがあるんですよ。コンパニオンもそう。まあ今回は武器フォーカス当ててるけど、優先度から言うと 1,2,3,4,5,6,7,8 です。この優先度でモッドのその属性の効果とかいうのは、発動してます。なので腐食炎を任意で発動させたい場合はこういった配置にする必要があります。これで腐食炎が出ました。なるほどって思った方ももうすでにいらっしゃると思うんですけど、まあ、要するに左の枠から右に向かって上段下段で分けられてるんですね、優先度が。まず一番最初に優先度を高めに設定されるのが、上段の左からなんですね。左から数えて、で次が下段の左から数えて右方向へっていう形になってるんです。まあ、なので腐食炎にする場合だとかっていうのは、こういう配置であれば間違いないです。まあ、例えこの炎がねこっちに移動したとしても腐食炎は変わりません。なのでおっしゃる通りというか、お考えの通り、ここに炎を入れてしまうとガス電気になります。まあ、これでもう証明されたというか、あーなるほどねっていう感じになったよね。そう、もう左から左上段右に方向へで、下段左から右方向へという優先度が働いて属性というのは、発生している形になりますので、例えばここを氷に変えると今腐食冷気になってますよね。ただこれをこう対コーパス兵器にしたいと、直毒で生きてえなって思ったら、こことここを入れ替えればいいです。そうすると磁気ダメージと毒が発生するという感じなので、ぜひね、まあちょっと簡単になりましたけれども、ぜひこのモッド構成の法則を知っていただいて、今後のモッド構成楽しくなると思いますので、自分の思い通りの属性とかね、ステータスを自分の思い通りに動かすことができるようになるので、ぜひ、ここも意識してモッド構成組んでみてください。まあ参考となれば嬉しい限りです。ではまたお会いしましょう。ハピネスダークのハピネスでした。ご視聴ありがとうございます。こちらね、画面にある動画もぜひご覧になってみてください。まだねチャンネル登録コメントしてないよという方も、ぜひお待ちしております。またお会いしましょう。バイバイ。